今回は、水のダンス動画を生成する方法について解説します。この動画を最後まで見ていただければ、このように水が踊っているような動画を生成する方法を理解することができます。ぜひ最後までご覧ください。この動画で紹介する内容は、OpenArt というサイトにあるコンフィ UI の設定ファイルを参考にしております。この解説では、Google コラボでコンフィ UI を動作させていきます。 なお、オープンアートと Google コラボへのリンク、および、c o n f UI や Google コラボに関する解説動画のリンクを概要欄に貼っておきます。そのため、もしもこれらのキーワードの意味がわからない場合は、そちらをご確認ください。まずは、Google コラボのサイトにアクセスします。Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成、と書かれているボタンをクリックします。もしも、 このようなポップアップ画面が表示されない場合はメニューの中からファイルを選択してノートブックを新規作成を選択しますノートブックを新規作成したら名前を変更しておきましょうこの解説ではこのような名前にしておきました次にランタイムのタイプを変更しますメニューの中からランタイムを選択してランタイムのタイプを変更を選択しますそうすると ランタイムのタイプの設定画面が表示されます。ランタイムのタイプは Python 3にしておきます。ハードウェアアクセラレーターは T4 GPU を選択します。T4 GPU は無料版の Google コラボでも選択できます。しかし、無料版の場合はリソースの割り当てが保証されていないため、処理の途中で強制的にコードを終了させられることがあります。 そのため、この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。これで、Google コラボでコードを実行するための準備が整いました。それでは早速、実行していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、インストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。 テキストをコピーしたら Google コラボの画面に戻りますテキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けますそして再生ボタンを押しますこれで貼り付けたテキストの内容が実行されます再生ボタンを押してから5分ぐらい経つとこのような警告メッセージが表示されることがありますこの場合はキャンセルボタンを押して処理を継続しますキャンセルボタンを押してから さらに数分程度待っていると、このようなリンクが表示されると思います。このリンクをクリックします。そうすると、コンフィ UI の画面が表示されます。操作画面には、あらかじめこのようなダンスの動画と水の画像を指定してあります。これらのファイルを変更したい場合は、それぞれのアップロードボタンで指定します。動画を生成するには、Q プロンプトと書かれているボタンをクリックします。 これで動画の生成が開始されます。処理の状況は画面上部の緑色のバーで確認できます。動画の生成には5分以上かかると思います。しばらく待っているとこのような動画が生成されました。期待した通り水が踊っているような動画になっています。生成された動画をパソコンに保存するには動画の部分を右クリックします。そして 表示されたメニューの中からセーブプレビューを選択します。これで生成された動画がパソコンにダウンロードされます。今回の解説は以上です。それではまた別の動画で。